辺はいわくつきの土地らしいよ。ヘイマテリア一丁。バカンスの過ごし方といえば読書と昼寝だよね。あの人、神羅の博士と戦ってた人でしょう。おお、本当だ。私はフレン。私ノエミ。僕はヨルダ。早速なんだけど、あなた、仕事をしてみない？内容による。彼女さんと二人でデートしてほしいの。私たち、コスタで水着を中心としたアパレルショップを経営しているの。それで来シーズンは、デートで着ていきたくなる水着をコンセプトに勝負をかけようと思ってるんだけど、肝心の新作水着のデザインが全然思い浮かばないの。もうすぐ発表会なのに。危機的状況ってわけ。そこでここは一つ、実際にデートしているカップルを観察して参考にしようと思ったんだ。どう？引き受けてくれない？ありがとう。それじゃあデートコースは私たちに任せなさい。私はランワイルド。私はパイレーツランページの準備をしてくるわ。二人はコスタの景色を楽しみながらゆっくり来てね。僕もとっておきのデートプランを用意しておくよ。まずはノエミとフレンが用意したデートを楽しんで。フレンはパイレーツランページ、ノエミはランワイルドで待ってるよ。僕もとっておきのデート。まずはノエミとフレンはパイレーツランページ、ノエミはランワイルドで待ってるよ。なんか不思議な依頼だね。ああ、今回は任せる。そう？じゃあ張り切っちゃおうかな。いや、普通でいい。クラウドの普通ってどうなの？一緒に歩く。ああ、屋根の上とか。ああ楽しかったね、あれ。
来たわね。それじゃ恋のハンティングと行きましょうか。的と一緒に彼女のハートも撃ち抜いちゃいなさい。頭を狙った方が確実だ。男の子が頑張る姿、それを眺める彼女の眼差し、結果は重要じゃないのね。ありがとう、いいものを見せてもらったわ。私は水着を仕立てに店へ戻るわね。二人はデートを続けてね。ノエミがランワイルドで待ってると思うから。次はどんなデートかな。デートの安売りだな。クラウド、考えすぎ。楽しもう。仕事だけど。もう。じゃあそう思ってて。私はデートだって考える。得意じゃないんだ。何が？で、知ってるよ、すぐ分かった。動物さんたちの楽園、ランワイルドへようこそ。遅い、早くしないとレースが始まっちゃうよ。レースって？コスタ名物ランワイルドだよ。ボールを転がして競争するの。動物に癒されつつ白熱するレースね。デートにはぴったりでしょ。準備は OK？ じゃあ私行ってくる。聞いていなかったのか。これは動物のレースだ。人間だって動物ね。問題ないよね。ブッブー、無理です。そんな。ペットとか飼ってないの？断じてペットではない。私の出番のようだね。レッドに任せよう。はあ、じゃあ私たち応援団だね。
じゃん、まるで赤い稲妻。強い者が勝つ。今度は私たち3人で競争する。受けてたと。ペットがつないだ2人の絆、それはワンちゃんが動き回ることによってより強く固くなっていく。私ひらめちゃった。あふれ出すイマジネーション。こうしちゃいらない。私お店に戻るね。ヨルダが最後のデートを用意して待ってるから、お二人さんはチョコボのレンタルショップへゴが高く、水の抵抗を受け流し水中での戦闘を想定した水着がいいな。なるほどね。お出かけするならチョコボに乗ってって。チョコボがね、来たね。とっておきのデートコースを用意したよ。二人にはこの子に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。ただ目的もなく散歩するのもなんだから、貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだしできるだけ大きいものがいいな。僕はここで待っているから、二人で素敵な思い出を作って貝殻と一緒に届けてね。その前に掃除が必要だ。気負いすぎる。はいはい、そっちは大丈夫。ここからだ。引き裂く。連携しよう。頑張るね。協力してこ。お手本見せられる。ギリーゴー。貝殻探しに行きますか。ああ、まずはチョコボに乗らないとな。素敵な思い出作らないとね。大きさもまずまず。ねえ、この貝、耳に当てると波の音がする。反響音だ。クラウドも聞いてみる？はい。俺は別に。はい。ザザーザザーザブー。静かにしてくれ。ひっかっかっ。待って、やばく。頼む。呼んだ。この調子でいく。
きいから中身もたっぷりだね。食べ応えありそう。味はどうだろうな。そうだね。でもクラウド小さくて可愛らしいね。かなり集まったね。そろそろ戻ろっか。満足したか。その言い方なんかずるい。クラウドこそ満足した？お出かけするならチョコボに乗ってって。チョコボが連絡。おかえり。さてどんな貝殻を集めてきたのかな。チョコボデートは楽しかった？これはすごいでしょう。博物館とかに飾った方が良さそう。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あとでビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。今度は二人乗りしてみる？チョコボ。スピードが落ちる。ゆっくり景色見るのもいいと思うけどな。前は譲れない。いいよ。じゃあお邪魔します。アテリアみたいなアイス。アテリアイス。こちらは立ち乗りリリース。狙った相手を撃ち抜くならこの水着で決まり。情熱的な水着で恋のレースを駆け抜けてみよっか。おしゃれして素敵な思い出拾いに行ってみませんか。諸君、水着が似合う美しい肉体が欲しくないか。そんなあなたはミッドガルのジムダンダンダンへ。さあご一緒にマズーハーモニー。見に来てくれたんだね。どうだい、君たちのデートが生み出した新作水着は。とっても素敵。でも私たち楽しんだだけだよね。コスタを楽しんでる人を見るとインスピレーションが湧くんだよ。うん、コスタデルソルは太陽の楽園。みんな素敵な思い出を作って帰っていく。その思い出を彩るのが私たちの役目だから、これからもコスタのマリンブルーな海とイターナルの空とシャイニングな砂浜を思う存分楽しんでね。そこにいるのはクラウド君じゃないか。あ、ウォールマーケットのジムの人。どうしてここに。ジムのみんなとマッスル合宿に来ていてね。毎年ここで新しいコスチュームを作ってもらってるんだよ。そうだねえ、後で合宿場に顔を出してくれよ。何でも屋に頼みたいことがあるんだ。考えておく。素敵だったけど。合宿場で待っているよ。新コスチュームはどうだい。とても動きやすいんだよ。合宿場で待っているよ。おかげさまで評判は上々だよ。あとは量産体制を整えないと。おかげさまで評判は上々だよ。あの赤いワンちゃんにモデルをお願いできる？上
次は動物用の水着も作ってみようかな。あの赤いワンちゃんにモデル。新作水着はキューピッドって名前にするわ。来シーズンはカップルが増えるわよ。新作水着はキューピッドって名前にするわ。クラウド君、ティファ君、こうやって年に一度潮風と太陽を浴びて筋肉に磨きをかける合宿をしてるんだ。どうだい、うずうずするかい？はい、実は最近トレーニングできてなくて。ティファ君ならいつでも大歓迎だよ。好きに鍛えていってくれたまえ。本当ですか？ぜひお願いします。あー、クラウド君、筋トレに大事なものが何か分かるか？その通り、自重での筋トレには限界がある。筋肉を大きくするなら器具の負荷が効果的だよね。ただおかげさまで器具は揃ってるんだ。それじゃ本題に入ろう。頼みというのは他でもない、合宿場の周りで目撃されたモンスターを退治してもらいたいんだ。いいだろう、分かった。ありがとう。安心してトレーニングができる環境というのも筋トレには大事だからね。助かるよ。耐えろ、筋繊維。超えろ、限界。セコレ、乳酸。めぐれ、酸素。さ、今だ。さっさと倒しちゃおう。楽しそうだな。そうだね、体を動かしたいって思ってたから嬉しくって。子供の頃とは別人だ。どんな子だと思ってたの？落ち着いていけ。いいとこ見せなきゃ。そのそっちは大丈夫。引き受けた。セブンスヘブンのメニューはティファが考えたのか？前のオーナーからの引き継ぎと半々くらい。もっと食べておけばよかった。うん、食べてほしかったな。熱気負いすぎる。いいとこ見せなきゃ。交代。やってやる。そっち打たれる。お任せあれ。ここは手堅く任せるね。俺が行くぞ。とりゃ落ちて。ここだ。ねえ、クラウドは好き嫌いってある？いや、ないな。軍では許されない。実は私結構あったんだ。意外だな。でもほとんどなくなった。好き嫌いスラムでも許されないからね。カニはどうなんだ？俺も嫌いだ。落ち着いていけ。私の出番。そこっちは大丈夫。ここ気負いすぎる。お任せあれ。これでよしと。
俺が出る。賛美を頼んだぞ。任せなさい。ビシッとね。よし。よし。ほい。地球、行くぞ。ロザン、ねえ、軍隊の食事ってどうだった？栄養バランスは考えられていたんだと。ただ味は…クラウド顔。なあ、ティファ。ん？子供の頃に食べていたものって、ずいぶん贅沢だったよな。本当だね。ニブルヘイムは食材も豊富だったし、料理自慢も旺盛いたしね。連携しよう。私の出番。届け。そっちは大丈夫。俺が出る。落ち着いていけ。いいぞ。見てなきゃ。備えて。おこ。任せるね。やってやる。限界を超える。眩しい。殲滅する。これが殲滅だ。合わせろ。これで最後だね。ジムに戻ろっか。ティファ君、モンスターを退治してくれたんだって。ありがとう。これで心置きなく筋トレができるよ。あの、もしかして先輩たちを筋肉対決で負かしたのってあなたですよね？え？おい新人、聞き捨てならないぞ。でも本当のことですよね？ぐぐぐ、ティファさんですよね。私、ティファさんの噂を聞いて、それでジムに入会したんです。ああ、私だけじゃないんですよ。ほら、他にもこんなにいっぱい。アミナ君の言う通り、ティファ君のおかげで女性の会員がうんと増えたんだ。とても感謝している。ありがとう。そんな、私は別に。ティファさんは私の憧れなんです。それで、あの、私と腹筋勝負してください。アミナ君は君を目標に鍛え続けてきたんだよ。だから手合わせしてやってくれないか。そうだな、アミナ君に勝ったら報酬を上乗せするってことでどうかな。手加減なしでお願いします。見せつけやがって。ただごとじゃないぞ。綺麗だよ、二人とも。まだいけるのか。乳酸がたまらないのか。バッチリだよ。腹筋が歌っているようだ。マッスルワンダフォー。見とれちゃうね。乳酸がたまらないのか。ただごとじゃないぞ。ビューティフル。切れてやがる。まだいけるのか。恐れ入ったよ。さすがだな。見せつけやがって。バッチリだよ。さすがです。シャワー浴びたいな。やっぱりティファさんはすごいな。あなたも
いい勝負だった。ティファさんは私のみんなの憧れなんです。その美しさに血の滲むような努力が見えるから私も頑張らなきゃって思うんです。私なんて、ありがとう、嬉しい。あのティファさん、よかったら私の師匠になってくれませんか？え？私？でも…ぜひ、僕からもお願いするよ。ティファ君さえ良ければ、たまに顔を出して彼女を導いてやってくれないか？いいんじゃないか。私で良ければ、一緒に鍛えようね。はい、師匠！師匠だって悪くないかな。それじゃあこれ、モンスター退治の報酬。約束通り上乗せしておいたから受け取ってくれ。二人とも鍛えたくなったらいつでもおいで。耐えろ、死亡、耐えろ。キッに詳しいんだよね。さあ行こうぜ。ねえねえ、マテリアは魔法が固まったものだって知ってる？ああ。つまり魔法炉があるってことはマテリアも。よっしゃ、張り切っていこう。ユヒ、俺たちはもう仲間だ。勝手な真似すんな。あ？何でも許可が必要ってこと？そうだ。あ、そう。じゃあ歌っていいですか？あ？背中をかいていいですか？耳ほじっていいですか？ねえ、いいですか？ねえねえねえ、いいですか？ああ、うるせえ！全部ダメだ！どんな人と一緒に戦ってきたね。でもいいところの方が多いよ。悪いところが49でいいところが51みたいな。もう少し差があるかな。バツが45で丸が55。ああ、いいわよ。エアリス大丈夫かな。重くて。少し休もう。でも急がないと。マテリアじゃなかった、クロマンと逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って偵察してきてあげる。みんなは後から来なよ。じゃあ後で。後でじゃねえよ。心配だから私も行くね。バレット、なんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるからゆっくり来てね。うん、ありがとう。
先に手を打って気負いすぎる。頑張るね。次に備えろ。先に手を出す。当然の結果だ。すぐ終わる。そっちは待って。はいはい。魔法でいけそうかな。俺が出る。届け。切り裂け。今だ。まあまあの結果だ。エアリス、どうだ。不思議、体軽いの。誰か背中押してる。山に歓迎されたようだ。そうなの。適当なことを言うな。初心者にありがちな研修だ。倒れたら私が運ぶ。やっほー。敵じゃない。やっほー。やっほー。頼む。ほいっと。はっ。先を急ぐとしよう。あんたたちはちゃんと話しかけてくれるんだな。いやね、今日はいつになく登山客が多いんだが、誰も挨拶してくれなくてね。具合が悪そうなクロマントの男たちがいたから声をかけたんだが、無視されたよ。さっき登山のマナーがなっとらんよ。おいや、元気な女の子が猛スピードで駆け抜けていったな。彼女も無視されたよ。
女の子を追いかけて大柄な男とお嬢さんも走っていったよ。生は助け合いが肝心なんだがな。そういや元気な女の子が彼女に無視されたよ。こんにちは。
俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う、こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか、考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあもう帰る？私と先輩はね。働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各市の魔鉱炉で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おお、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで組織のヒダの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも
天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。はい、ですか、軍を借りるわね。精鋭を用意してやろう。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じたマコーロの爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ…うん。親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい。開けておくれ。エルミナ。ザックスだね。ああ。エアリスは？上に。家に連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん。車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって。それでいけるだろ。ああ、いけると思う。それ、エアリスの。ああ、知ってるよ。
です。どうしたの？エアリス、エアリス。なあ、エルミナ。なんだい？何が起こってるんだ？世界が終わる。みんな、そう言ってるよ。エアリス、ミッドガルってどっちかな？方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな？俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不孝だね、私。事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。うん、いい汗かいた。偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコーロに着く前にとっ捕まえたからな。ねえ、早くマコーロへ行こう。クロマントたちはもうマコーロに行っちゃってるよ。あれがコレルマコール。ねえ、あのクロマントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイね、シンラにあちこち爆撃されて、町もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。停戦はウータイも歓迎したんだ。
ジジイたちが勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのが、グレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ？シュッシュッ。どうしたの？置いてくよ。正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危機の原因はシンラだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう、星を助けないと。
羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。なんだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。おい、橋下げてやっから。ちょっと待ってろ。おい、クロード。かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クラウドは休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んだろ。よし、そんじゃ出発。少し休めば回復すると思う。少し休めば回復すると思う。クラウドは任せて。クラウドは任せて。クロマントの連中は川を泳ぐつもりらしい。我々は無茶をせず橋を渡ろう。クロマントの連中は川を泳ぐつもりらしい。我々は無茶をせず橋を渡ろう。
効果。来てじゃね。呼んだか。こんなもんよ。忍びの力。電源を入れないと動かねえ。
睡眠のクアサシシュシュッ、それよっしゃ、それほっそっくー、どんな問題、
きっとね。カッカも同然。お手並み拝見。人口飛弾の水力よ。出られる。おう、我が国。天下。さっさと橋を下ろしてもらうぜ。これで橋が下ろせるんだよね。どれどれ。変わる。たちに連絡だ。問題ない。俺たちはトロッコで降りるからよ。お前たちは線路を歩いてこい。途中に吊り橋があるからそこで落ち合おうぜ。分かった。ついでにルートの確認を頼む。ビビってるやつがいるんで、なるべくぬるいルートを選んでくれ。頼むよクラウド。俺はスリリングなのが好みだけどな。
気負いすぎる。お任せあれ。飛ぶから行くよ。終わったな。これで線路を切り替えるらしい。高性能だねえ、レッド。断る。何も言ってませんけど。嫌な予感がした。触らせて。ダメだ。お願い。ねえ、クラウドも触りたいよね。興味はある。あ、宿に着いたらマッサージしてあげる。先に手を。落ち着いていけ。はいはい、うまく使って。ここは手堅く。レボータイ。この仕留め無茶はするやん。落ちて。なんとかなった。大冒険と行くか。大丈夫。揺れない。揺れない。よっ。シャーニー。よしよし。行くぞ。振り落とされんなよ。
シュッ。どりゃ。平気。クラウド、ちゃんと線路を点検してくれたみたい。くっ、物足りね。無事だったようだな。おかげさまで。助けたらついてきちゃった、はあ、あれツン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 、そっくりでしょ。クロピオって言うんだよよろしくね。やめてくれは一緒が一番だ。元気でね、クロピオ。行くぞ。地元らしいな。なあな。おっと、誰かと思えば。また。バレット様にお会いできるとはね。どう
つら下げて戻ってきたんだ。ほら、歓迎してやるぜ。何すんの？いいんだ。でも。行くぞ。いいだ。お嬢ちゃんたち、そいつについていくと死んじゃうよ。クロマント、いねえな。マコールなんて作らなきゃ。どうした、どっかの町から追い出されてきたか。また金に目がくらんだか。言わせといていいのかよ。気にすんな。誰かさんの腹が減ったら買いな。出て行けよ。バレット、大丈夫？ああ、新しい嫁さんかよ。信じられねえ。自分だけ面白おかしく暮らそうってか。ティファ、こらえてくれ。早く出てくれ。文句でもあんのかよ。ねえ、みんなちょっと寄っていい？挨拶したい人がいるの。旦那の神のこの銃は私のお守り。5年前、私はニブルヘイムからここに運ばれて、シロン先生に助けてもらったの。ああ。ティファを治療したのはシロン先生だったのか。来て。されるな。私だけがお前の真実だ。セフィロス！何やってんだお前。何事だ。バレットじゃないか。おお、先生、久しぶりだな。何年ぶりだ。ずいぶん物騒なものをつけたな。ま、元気そうで何よりだ。ああ、先生もな。あちこちガタが来ているが、患者を見れば元気が出るよ。それと覚えてますか？もちろんだとも。ティファ、立派になって、傷はもういいのか？おかげさまで。あの時は本当にありがとうございました。先生がいてくれなかったら、私は今頃。いや、あれは運が良かった。ちょうどシンラのヘリがいてな。シンラですか？覚えていないのも無理はないが、連中も悪い奴らばかりじゃないよ。ティファ、君の命は人々の善意でつながった。それを忘れちゃいけない。無駄に使うことはわしが許さんよ。はい。しかしなんだ、不思議な組み合わせだな。おう、
そうだ、ちょうどいいところに来た。手伝ってくれ。あの患者から血を取りたいんだ。暴れないように抑えてくれか。この連中の症状は麻酔中毒のものだ。ただ血液を調べてみたところ、奇妙なことを見つけてね。何か分かったのか。血液の中にわしの知らない成分が入っている。正体は分からんが、似たような血なら見たことがある。その目はソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。ソルジャーは職業ではない。一度なったら死ぬまでソルジャーだ。ええ、血をくれんか。断る。わしはね、彼らは劣化したソルジャーではないかと考えている。あくまでも仮説だがね。実際のところはもっと調べてみないとわからん。クロマントは他にも来たんじゃないか。ああ、来た来た。怪我をした連中は保護したが、他はゴールドソーサーへ向かったらしい。ゴールドソーサーだ。ああ、理由なんか知らんぞ。わしに聞くな。あの少女が大人になってあのバレットと一緒に戻ってくるとは、俺はどんな暗示なのかね。考えてもわからんか。ティファ、無茶をするんじゃないぞ。怪我をしたらいつでも寄りなさい。診察料は血を少しばかり分けてくれればいいよ。ティファ、無茶をするんじゃないぞ。ねえ、ゴールドソーサーってあの有名な毎日がお祭りの遊園地でしょ。行くんでしょ。行くよね。ユフィ、目的はクロマントだ。イエス、クロマント。いや、私初めてだよ。ゴールドソーサーに行くなら、この先にロープウェイがある。どうせ行くならさっさと行こうぜ。実は厄介なことになってな。この手紙を見てくれ。クロマントの男は預かった。返して欲しくば1万ギル用意しろ。受け渡し方法は追って連絡する。誘拐？わしがクロマントを研究しているのを知って金になると誤解したらしい。どうするつもりだ。さびれた診療所に身代金が払えると思うか。いや、そこでだ。お前さんらにクロマントの救出を依頼したい。人間など足元にも及ばないその五感、中でもいかにも効きそうなその鼻があれば、犯人の行方などすぐにわかるだろう。まあそうだろうな。おだてに乗るな。まずはどうする。他のクロマントと変わらんよ。意識は混濁し、簡単な会話もできない。名前も家も身内がいるかもわからん。クロマントからたどるのは難しいだろうな。クラウド、その手紙を私の鼻先に。これは香水か。特徴的な香りが残っている。ほう、頼もしいな。おっと、そうだ。
クロマントの体液にだけ反応するライトだ。捜索の役に立つかもしれない。誘拐するならもっと金持ちを狙えばいいもの。クロマントとは縁があるんだろう。助けてやってくれ。誘拐するならもっとか…クロマントとは縁があるんだろう。助けてやってくれ。クラウド、行くぞ。匂いははっきりわかるのか。我が一族の嗅覚は人の7000倍と言われている。キーとなる香水だけでなく、汗や体臭、まとっている衣服の匂いなどを分析し、立体的に組み立てる。さらに混ざってしまったノイズをより分けることも必要だ。俺はどんな匂いがするんだ。モンスターが切り刻んできた青年の匂い。あまり良さそうじゃないな。気にするな。私にしてはわからない。ここじゃよそ者は歓迎されない。追跡を再開する。犯人の匂いはあそこに続いているようだが、まずいな。どうした？いや、ひとまず向かおう。ん？どうしたの？匂いが違う。この男は犯人ではない。もしかしてお腹が空いてる？残念、あげないよ。嘘嘘、少しだけだよ。黒いマントを着た男を見なかったか。そういえばそんな格好をした奴がチョコボ車で洞窟の方へ行くのを見たな。コスタでバカンスよりこうやって一人でキャンプの方が好きなんだ。よし、いい感じに焼けてきたな。うん？もうあげないよ。コスタでバカンスより、よし、いい感じに焼けてきたな。うん？実は私の鼻にも一つだけ弱点がある。なんだ？食欲に負ける。
今もまだ漂う肉の香りに引っ張られている。しばらく私の鼻には期待しないでくれ。笑ったな。レッドを巻くには肉を焼けか。クラウド、見ろ。誘拐犯を探そう。シロンにもらったライトを使ってみてはどうだ。敵じゃない。くっ、くっ、何にかける。黒マントを見せられず、それがシロンの依頼だ。犯人のことは何も知っていなかった。やるか。犯人の出方を見て決めよう。承知した。先に手を打つ。そっちは任せろ。頑張るね。魔法で決めてこっ。ここだ。やばい。よかった。よかった。
大丈夫。お手並み拝見。その数落ちて。よし、うん、畳みかける。よし、この隙に渦巻く。やあ、ゆうじいちゃんの大勝利。私たち誘拐されて監禁されてるの。あ？どういうことですか？私？このクロマント？この匂い、クラウド、そいつらが犯人だ。バレちまったか。この変装を見破るなんて賢いワンちゃんね。誘拐したクロマントはどこだ？教えるわけないだろ。俺たちを誰だと思って。泣く子も黙るクレイジーカップ、エリー、アンドバロー様だぞ。誘拐したら身代金はいくらかしら。念のため、やっ、落ち着いていけ。お任せあれ。魔法で決めてこっ、はい、備えておこ。ここから
連携しよう。へえ、やるじゃねえか。クロマントの男を返せ。だろう、どうする。落ち着け、ヘリ。クロマントは俺たちしかわからないところに隠してある。もし返してほしければ金を。って、おい、勝手に出てくんじゃねえ。ずっとおとなしかったのに、どうして。なんだ、知り合いが。ねえバロ、あいつの目見た。ソルジャーだよ。道理で強いはずだぜ。でも聞いたぞ、クロマントってのはソルジャーの慣れの果て、劣化したソルジャーなんだろ。お仲間同士、仲良くしてな。バーイ。オーナー、目的は果たした。シロンのところへ帰ろう。ご苦労さん、助かったよ。多少傷が増えているが問題ないだろう。ソルジャーが劣化するというのは本当なのか。ああ、正直なところ分からん。ソルジャーの情報はほとんど公開されておらんし、信者以外の医師がソルジャーを診察する機会もそうそうあるもんじゃない。だからむしろわしの方が聞きたい。自覚や兆候があるのか。問題ない。ソルジャーは比較的新しい技術だから、加齢経年によるソルジャーの変化は信者だって知らんだろう。よってどんな情報も貴重だ。やっぱり血を取らせてくれんか。断る。ま、気長に待つことにすれよ。さて、採血を再開するかな。クロマントは確実に増えている。今のうちにデータだけでも揃えておかんとな。クロマントとソルジャーの血を比較したいんだがな。さて、クロマントはクロマントとソルジャーの血を比較したいんだがな。マクオロジコ、準備はいいな。さっさと行こうぜ。ここがロープウェイ乗り場だ。ねえ、早く行きたいのは山々なんだけど、仕返ししなくてもいいわけ？バレットが村のおっさんたちに侮辱されまくって、あたしまでムカついたんだけど。いいんだ、行こうぜ。事情も教えてもらえないのかな。お金に目がくらんだとか言われてたよね。私が知ってるバレットはそういう人じゃない。何か誤解があるんじゃない。来ねえな。マリンもコレル生まれだよね。コレルには良質な石炭が取れる炭鉱があってな。村の住人は少々気笑いが性根はまっすぐな、そんな連中ばかりだった。それを俺はめちゃくちゃにしたんだ。全部俺のせいだ。ところだったぜ。
誇りっぽくて貧しかったけどよ、のどかで村のみんな仲が良くてよ。それなのに魔行という言葉を知ってから全てが変わっちまった。反対してるのはダインだけだが。俺は反対だ。炭鉱を捨てるなんてありえない。じいさんたち、親父たちが命がけで守ってきた財産だ。でもよダイン、もう石炭なんて誰も使わない。毎日体が悲鳴上げるまで働いても俺たちは年々貧乏になっていく。ダインさん、魔鉱炉が完成すれば収益の一部は村へ還元されます。皆さんの生活は保障され、今よりも豊かになるんですよ。なあダイン、俺はミーナにこれ以上苦しい生活をさせたくねえんだ。それは俺だって同じだ。でもだからって石炭が用済みだなんて認めたくない。俺たちも用済みってことなんだぞ。これはもう生き方の違いですね。となれば話し合いでどうなるものでもないでしょう。村長、そろそろ氷結に移っては。ケツを取る。それから2年ほどで魔鉱炉が完成して試験運転も順調だった。みんな喜んでたよ、これで豊かな生活が始まるってな。でもある日、魔鉱炉が爆発した。お前たちも山で見たろ。神羅の軍隊がやってきて、村は焼かれ、大勢が殺された。スカーレット、スカーレットがやったの？ひどいな。でもどうしてそんなことになるんだ？爆発は村の反対派の仕業ってことで処理しようと考えたらしい。もちろん誰もマコールに近寄っちゃいねえ。完全なでっち上げだ。許せない。ああ俺も許せねえ。でもよ、一番許せないのは俺自身だ。その気にさせたのは俺だからな。バレット、さあ行こうぜ。サメとかてめえのせいじゃないとかそういうのはいらねえからな。この後悔は俺の一部だからよ。うん、そうだね。せっかくゴールドソーサーに行くんだし空気を変えなくちゃ。あ
暗い顔してたら楽しめないもんね。楽しむってお前な、そんな旅じゃねえだろうがこれは。なあ、ゴールドソーサー、あっちかな。お。ご清聴ありがとうよ。Mm-hmm.